私はですね、まあうちの息子が、私は息子に技術をある程度こう教えてきたけど、今度息子が若い人を採用したり、まあ息子の子も、私から見れば孫がですよ。後を継かそれもわからん。もう自分の孫さえこういう仕事を継ぐかわからなきゃけから。 息子の先の代までは私はもう何も今のところ言えないですよね。ただ、今の若い人が、若い人たちがう,うちの息子だとて一緒ぐらいの世代に育って,てやら、ちょっと息子にも若い世代が、やっぱりこういう素晴らしい、脈城牧くとは素晴らしい伝統工芸だやと、そういう価値観が分かってきてこういう仕事を終えようと、いう人がまた時代はですね、繰り返しで歴史というのは。 出てくるかもしれんですよ。やっぱり僕とに対する、仕事に対する、この仕事に対する魅力を持った人がです。どっかでが繋がっていくと思うんですね。うちでなくても、また他のとこが繋がっていくかもしれない。それはもうはっきりと申し上げられない。これはもう、私の希望としてはま、また次の息子の子、また孫の子と、あ受け継いでいってもらいたいというのは理想やけど、 それはもうその時ならもう実際生きてないからわからん,もん。これはありますよね。今はただ若い人が、まあ、私たち都城近辺ではなくても、全国から見たけど、僕とに興味が、こういう僕との政策に興味がある人が、一人でも二人でも出てくれば、やっぱりありがたいなっがありますよ。思います。 まず、それは、言葉の問題。言葉の問題が出てくる。生活習慣の問題が出てくる。で、そこを我慢して、そういう、うん、あれがし、修行が。まあ、ある程度、弟子の間は、給料も、普通からすると安いわけですよね。例えば。例えばでしょ。で、そういう面で、生活面でも辛抱ができるか。そういうのはもう、日本人であろうが、外国人であろうが。 全く私にはもう関係ないです。日本人であろうが外国人でやりたい気持ちが希望、気持ちの強い人あれば、それは誰でも受けれますよ。うん、そういうことありますよ。ただし、日本古来の、こういう仕事やから、外国に、ええー、そういう技術を売るなと、うんあれするなっいう,うん、考えも、泣きしもあらずだけど、まあこれから先は、日本の伝統産業が、 またいい,意味でですよいい意味で広がっていくというのはいい,けいいことやからまあ私はそれはいいと思いますよ。やっぱり宮古島牧灯がしっかりして牧灯屋さんがしっかりした品物を作っていかない感じなんです。まずそれはですね世界にどれぐらいのこういう貸し材というのはここにある貸し材というのは柔軟性があって。 硬くて重たくて違う。なそういうものすごい特性がある木なんですよ。世界各国でまあ中国のどっか移動の、日本と同じ井戸があるとこ、あれが、同じとこにはですね、環境が同じとこにあるち話は聞いてる、聞いてるけど、まだ山の開発が進んでないから、先はわからん。まあ、あのー、これからは、何でもですわね。もう、 自分、例えば僕とやって何やってんですよ弓やってんですよもう自分のところの世襲制度で、親から子へ、子から孫へっていうのは、世襲制度もいいかもしれんけど、そういうことをばっかり考えとれば、この産業ので、で、長続きがないわけですよ。継続はないですよね。難しい問題。これは私はわからん、もう先は。 だから家内が仕上げのニスを塗ったり、あの、ナイロンの密着ですよ。あれに入れたりして、やっぱり、家族ですね、三人で、やってる現状ですはい。ただ、ほら、外国の方はですよ。この間も空手をフランスの女の人だったけど、テレビだったりしたね。見ちゃったけど、やっぱり、んつうかな、あの、 ただ、空手をすんだく、健康のためとかとじゃなくて、やっぱり、空手の中に含まれている武道の精神、いろんなそういうあり方、そういうのを、やっぱりわざわざフランスから沖縄に来て、本当の空手の道っていうか、それを習得したくて、一週間ぐらい経えたけど、結局、あの、今、普通日本のそういう武道をされている方は、ほとんど皆さんそういう、なんてうの 精神修行とかがいろんな体の修行です。いろんな人間のあれに愛しちゃったけど、ただ、あの、なんていうかな、あの、空手はこうしてかっこいいとか、まあそういう憧れの気持ちだけでする人もいますよね。決してそうじゃないけど、まあ、それと一緒で、やっぱり北斗屋さんは北斗屋さんの、まあ弓屋さんは弓屋さんだけど、やっぱりその、なんていうかな、曲がって、 た邪道の木刀は作ってもらいたくない。やっぱり伝統のある木刀の本類をついていってもらいたいというのはありますよね。これは油仕上げですね。まあ、基本的にはやっぱりこういう,う私たちの木刀が型が 基本的にはこういう形になっちゃうわけですよね。これはもうほとんどどこもって一緒ですよね。うん。これはいい素材やな。の,重み,の重みもあって、これはいいわ。これは綺麗や、うん。うん。まあこういう感じや昔のあれ。 昔の木刀がこういうう感じでで、す。ちは今も子どだけどハリウッドのあのー、あれさ何ていう名前かな言いましたけど最初に忍者中映画を作った人よ今まあまあまプロデューサーかなかっけどもう一番道場を持って人気になりだけどあそこにやっぱり年間に。 200本から250本。今も1 0けど注文が。この間も50本食ってまた来たけど、あの、もうハリウッドの映画関係者のおもめですよ。ところが、あの、イアイされる方で、自分の息子の、その息子さんもいやもう有名な俳優なんですよ。自分の息子の頭にリンゴを乗してまさにですよ。真剣で、やる、たった一人です。日本人もお父さんとおらんだから。で、その人が、もううちからいろんな形を、 もう長いですよもう十何年なのかなまた二十年にはならんけどこっちにあ岡山にお父さんがおられるもんだからお父さんが来られてでこういう地区で、まあ、常時連絡取りながらやってますけどあの 漢字、まあ、としてはいい形を作っちゃうんですよね。いい形であ,のある程度ほらあの形を作ってペーパーで仕上げていけばきれいないからまああの肝重たくていいぐらいまあのの、まあまあ、最初に作ったのは昔親父なんか作ったのは僕と二緒ですよね。昔はこういう形だったんですよね。ただここへはもう切り込むだけであのやけど。 今は、あのー、外国の方は、の木刀は大体、しが、ば付けずにするのが多いんですよ。うん、その今のアメリカ、ニューヨーク、それも、しやから、ば止めなしやから。からそうですね。あのー、これが一本が2万5千円。一本は2万5千円です。へ <laughs> おーい、あっこれ,よくれば、これは、これだったら2、3, 3千円ぐらい <laughs> In Japan, a swordsmith would say iron is a living thing. A potter would say earth is a living thing. While a lacquerer would say lacquer is a living thing. In modern technological thinking, the self cuts itself apart from nature and assumes omnipotence and looks at nature as an entity from which resources are to be taken from its own good. Contrary to this, the technology of traditional craftsmanship does not support the concept of man versus nature, but takes on a more co-equal relationship in which man, nature, and technology are part of a whole. Book and manufacture is no different. Ancient traditions, technology, and nature are united in a way only Japan knows the secret. そういうことも考えられるけどただ我々のような結局1年間には1万8000本とか、まあ、荒牧さん堀野さんの方がまだ出るわけやから数が出るとこはそういうことは言ってれないし、まあ、ただですね今見たように都城の木刀がこういう形であるから日本の木刀がこういう形であるから一本日本で、ま、例えば地上に作る人がいないから価値観が高いと思うんですよ。 だから、そういう狙いもつくと思うんですよね。だけど、私たちから言わせれば、私から言わせれば、そういう材料の問題は、やけど、私たちは国内の剣道のされる方と、私たちが納めるト屋さんとか、例えば制度さんに納める、そこの商売としての、あの、利益の求め方もあるわけやから。だって、こういうの2万5千で制度さんが買って、5万円で売るって言っても、それは絶対売れないわ。 だからやっぱり私たちは、私たちはですね、昔から問屋さんにお世話になっちゃうから、問屋さんなしではやっぱり私なんか商売できないから。で、豚屋さんがある程度またまた数をくれるから、生活もできるわけけど。で、商売、衝動の道はやっぱケースバイケースでいかんと自分だ、自分だけが利益をもと取って、あっちは利益はない。そうまたお客さんにそういうのを押し付けていかんわけだから。 我々の仕事っていうのは、値段っていうのはそういう、私の決め方はそういうそこなんですはい。問屋さんと相談しながら、で、問屋さんよりもこういう、直接納める小売店さんには、あの、問屋さんが、俺も小売店に納めるから、直接松崎さんはそういう値段で納めちゃ困るよと。行く文化は、私より納める値段よりも高くしてもらわんと、商いの道の、あれができないからでで私はそういう気持ちでやってるんだ。ただ、 あのー、いつまでもそういうことも言っておれない時代になってきたというのは確かけど、ただうちはもうやっぱり昔からの問屋さんがいまだにやっぱり注文が大きいから、問屋さんを裏切るわけにはいかんから、今もやっぱりそうで、値段の決め方もですね、やっぱり問屋さんとやっぱりある程度話し合いして決めて、いやもう材料がこんだけかかるから、手間もこんだけかかって、時間もかかるから、 コストを考えてみりゃ、今ぐらいの値段で設定してもらうと、合わんよと。ただしですね、まあ、二度目さんにしたって、安いちゅんですよ。都の上僕とは安いちゅんもうみんな言うんですもうそれは、あの、二度目さんと私はしょっちゅう話してるんですだから、どっかでか、だけど、他の二社がまた安いから、そういうわけにえいかんかな、というような話をしてるんでまた結局、ほらそれ、それは値段の設定はそれぞれのか、 かあのー、会社の考えでやるわけやから。で、私と二度目さんは安いと。今、これだけ手間かけて、これだけ材料上がってきて、年々上がってきて、少なくなってきてる。そして、その分値が少しでも高くなる。と昔の親父たちが決めた値段があまりにも低かったから、それに準じて値上げ幅が小さいから、 もうちょっとどゆかせんな感じもうちょっとだけど難しいんですよ。で私はそこをですね独自の考えでやっぱりちょっと少しはこまじで感じでやっぱり手間ともちろん材料の原,原木の材料代ですよ。で乾燥する間1年とか1年半その間にやっぱりお金を100万円手術としやからやっぱりそれだけの金利もかかるわけやからそういうのを計算したり細かいことを言えばですね人こんな 一本に対してどんぐらい時間があって、どのぐらいのあれやコストがかっとるか。そういうのを決めて、だいたいこんぐらいと。もうこ、最低こんぐらい値段を設定せんと、やっていけんな、というのが、私の今の考えですね。本当は、現在、今も値段はやけど、ま、さっき時代にニール弁さん飾ってたけど、安いと思うんですよ。他の人も、だってこんなのが2万5千もするって考えられんもん。 2万5千円あればもう裏1年に1本作っておけば生徒さんもうあとは遊んでいくる <laughs>。<laughs> ただその白柏の前後の1万円っいうのはシナモンによっていいじゃんシナモンによって作り方がめんどくさくて手間がかかるのシナモンはそれだけの、あのー、値段もなけど普通の木刀の材料のコストとかあのを計算すれば。 まあ今がだいたい千四百円ぐらいがもうだろうかなと。私はまだ高く皆さんが一緒に値上げてすれば、さああと100円200円は違う,思うけど、ただですね、今、白樫の素振りが赤樫の素振りと三八素振りの場り値段が変わらなかったんですよ、今まで。だけども、白樫がものすごい高いから、原木が。もう、まあお客さんによってはなんで同じかしで赤と白中、 うん、違いで、値段これ下がる価値言うかもしれんけど、一本の白柏の材料は原木から見れば、例えば赤が100本取るときは、白は50本も取れるぐらいなんですあの、効率悪いんですよ。中に黒字が入ってたりするかで、そこから考えてもらうもう,もうコストが倍なんでしょ、材料の源も。で、手間をかけてすれば、それはもう1000円ぐらい、1200円ぐらい違うのは当たり前っちゃうわけですよ。 だけど、もうせいで800円ぐらいかですね、今さら。本当は1000円から差をつけたいんだけど、そんぐらいしか差をつけられんもん。現状はそういうことです厳しいですよ。だから、やっぱり、今から後継、そういうことが後継者の問題にもつながっていくると思うもんですよ。ある程度利益があってある程度の生活ができるような製品の値段、値段が高くある程度売れないと、 給料とかそういう面も待遇面もやっぱりほら若い人たちに出していけるわけですわ。つながっていくわけですすべてがそういうのつながっていくわけですただですね今まさに言う通りこれからは作った製作者が自分たちの考えで値段を決めていかないか。もう今まで鳥屋さんと話し合いとか相手の客さんの都合を見て世の中の都合を見て売れ行きを見て、えー、値段を決めるんじゃなくて やっぱりこれから本当の価値観、付加価値を高めるためには、それで違うと思うんですよ。私と二度目さん、ホニさん、アナさん違うと思うんですそれで値段を自分でつけていかなかった。それがこれからんの時代ですよ。まあ、理想が、まあそういうふうになっていけばですね、私はである程度息子の言うたけど、他のところはどう、こんぐらいはどうにゃ、こんぐらいでやらねえかってうのも、まあそういうしなもあるわけだから。これから先はもう、技術者が、 少なくなれば、技術者の作った人が一番難儀して自分では分かるわけだから、その人が値段をつけていかないわんです。これが職人の世界です。外国のお出しなもんもそうなんですよね。だいたい職人さんが自分で作って自分で値段を決めるんですよね。こういう時代が、まあ、やがて、そういう時代にせんと我々の仕事の後継者もそうっていく感じです。そういうことですよね。 Japan is probably the only non Western society that has succeeded in the quest to become postmodern without becoming Western. Structural changes within the society occurred as part of the process of modernization, such as lower birth rate and changes in the family structure. Today, traditional craftsmen have to face multiple challenges the shortage of resources, the evolution of the society, the relative lack of liberty in their work, the desire to be succeeded. The fidelity to tradition against the modernity with its ideals of progress. In these troubled times, Master Matsuzaki is honored by his openness and makes us remember that evolution is an uncertain process that needs to be addressed with an open mind and embraced with goodwill.